まは。箱ファクトリーのプロレス創作工房 MC の秋山かるです。この番組では20年近くプロレス業界でデザイン、撮影、運営スタッフなどを務めている私、箱ファクトリーがお届けするここだけの創作秘話、選手関係者をお迎えした特別なトークもということで、今日のゲストはクリス・ブルックス選手なんですが、この後登場します。そして今回のアシスタント、こちらの方です。はい、はい、秋山さんの後輩の三浦翔斗です。よろしくお願いします。三浦くんはなんかこういうトークをするお仕事っていうかは初めてらしいんですけど、はい、そうなんですよ、実は初めてで今までそのお芝居はやっぱさせてもらったことはあるんですけど、うんうんうん、なんかねこう声で演じることはね、はい、やってきたけどね、あったんですけど、こう生身で、うん、しかも自分自身で喋るっていうのが初めてなので、実は、はい、ちょっと勝手がわからないんですけど頑張ります。大先輩がいるのでお願いします。で、この番組は一応プロレスに関わるみたいな感じなんですけど、はい、三浦君はプロレスは見たことある？ちょっと恥ずかしながら、うん、はいはい、全然なくてですね、うんうん、ちょっとルールとかもわからないぐらい知識がちょっとなくて、うんうん、いいよいいよ、うん、なのでちょっと今回楽しみにしています。なんか事前にちょっとこう初めてでわからないから、はい、なんかいろいろ調べたりというか見てくれたりしたって話を聞いたんですけど、そうなんです、うん、調べてきたんですけど、うん、これもちょっと恥ずかしい話なんですけど、うん、一番最初に調べたその検索のワードがプロレスイケメンで調べたんですよ。なんかなんでなんでプロレスイケメンのプロレスラーを探したの？何も知識ないんですけど、その何も知識がない界隈を知るには、はいはいはい、うん、推しを作るのが一番だと思って。あ、でもそれ正しい。はい、正しい正しい。本当にそうだと思う。なので、ちょっとイケメンを調べて。で、イケメンなんだね。はい、可愛い子じゃなくて、いやなんかメンズなんだね。そうです。女子プロよりも、うん、まずそのメンズ、うん、見た方がなんかプロレスっぽいかなと思って。あ、まあまあ確かに確かにそうだね。それで誰がこう気になったとかありますか？うん、海の翔太選手。あー、めちゃくちゃかっこいいです。なんかちょっと甘いよね。そうなんですよ、めっちゃ、うん、なんかこうなんて言うんだろう、そう、ね、ムチみたいなのを想像していたので、うん、何みたいなもの、なんかムチガシみたいな。あー、まあそうか、まあ大きい方だけど、うん、はい、ちょっと甘い。そうなんですよ、ハンサムフェイスだよね。それがもうすっごく面白いな。調べて、うんうん、その戦ってる動画とかもちょっと見させてもらったりとかして、うんうん、かっこよかった。あ、そう。あ、面白いな。海野くんか。はい。なんか自分と全然違うタイプの顔だね。あっさり系だからね。そうです。こってり系っていうか、はい、うん、好みっていうか。ちょっとこれは後でも呼び出して話を聞かないといけない感じがありますけど。なんかかっこいいなって思う男の人が、うんうんうん、やっぱ濃い目っていうか、あ、うん、二重で、そうなんです、目が大きくて、はい、あ、そうなんだね。あ、でも確かにそうかも。あんまりあのタイプの顔の選手いないかも、うんうんうん、あっさり系ってかキリッとした人が多いから、はいはいはい、そう、あ、甘いフェイスの人ってあんまりいないかもしれない。面白。それ調べてから、うん、インスタグラムとか、うん、TikTok とかもちょっと見て、うん、かわいいと思って。かわいいと思って。あ、三浦くんいくつだっけ？三浦くん22歳で、あららら、ら今年23になりますね、うん、年上だけど可愛いって思ったの。本当に可愛らしいですね。あ、でもこういうことでやっぱりそのこういうことがきっかけで、はい、そのプロレス自体に興味を持ってくれる人が増えるのはすごくいいことだと私は思ってるので、逆もそうだし、アニメとかも、はい、中の人が面白くてアニメを見始めるみたいなことでもいいし、うんうん、いろんなジャンルでね、いろんな推しをみんなに作ってもらいたいと思っておりますが、これをきっかけに、はい、まあ、アシスタントちゃんたちがこうやってどんどん増えていくので、はい、みんなでいつかプロレスを見に行けたらいいなと思ってるんですけれども、あ、もうぜひ。じゃあ、はい、ちょっとこっから、はい、こうプロのお仕事を見せていただこうと思うんですけれども、やばいやばいやばい。じゃあスポンサーさんのご紹介を三浦くんにしてもらおうと思います。はい、お任せください。お願いします。年間スポンサーであるシーズライブさん、ラ・ミステカさんをご紹介いたします。数々のイベントを手掛けるシーズライブと、普段使いできるプロレスグッズがコンセプトのラ・ミステカが制作したコラボ焼酎シリーズがこちら。新日本プロレス、エル・デスペラード選手、棚橋博史選手、内藤哲也選手、スターダム舞香選手、ジュリア選手とのコラボボトルを神楽酒造公式サイトにて販売中です。最新作の高橋博夢選手、安住選手ボトルも現在会場にて発売中です。また
先日イベントにて販売されていたラ・ミスティカの新作 T シャツは9月に通販開始予定となっております。はい、ということで、はい、あれだね、結構その気合い入れて読むと、はい、こう凛々しい感じだね。そうです、結構、ね、その普段が結構ふわってしてるので、うん、そうね、うん、ちょっと女子力高そうな感じ。だって爪可愛いんだよ、黒なんです。ね、結構今男子の選手もマニキュアしてる人多くて、そうそうそう、みんなおしゃれに気を使ってる、指先までやってる子が多いんだけど、はい、ね、あれだったらあれですよね、あの、うん、推しの選手と同じネイルとか、うん、でも本当に推しの選手のイメージでネイルやってもらってくる女の子とかも多くて、うん、あ、そうですよね、そのユニフォーム、そう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 、イメージしたネイルとか、うん、お洋服とかもいけますよね。そうすごい、だからファッションまでちゃんとチェックしてもらって、いやもうそうですよ、いやそうだから、こんな感じで、はい、まあ、プロレスにもね興味を持っていただけてありがたい限りです。いえいえ、はい、ではこの後はゲストさんを呼びしてコーナーをお届けします。一旦失礼します。ちょっと切り替えに時間がかかっております。あ、大丈夫ですか、ありがとうございます。はい、出来上がってます。あのこれを飲みながらスタジオ入りしました。すいません。すいません、今日飲みたくなけけど。なんで心配、心配、緊張、緊張してるって言ってんの。嘘嘘、絶対嘘だよ。飲んだ。嘘嘘、うん、嘘じゃない。恥ずかしい。恥ずかしいの。恥ずかしい。なんで、うん、恥ずかしいだろうね。もしかして、うん、僕たちだけ、あの居酒屋で全然大丈夫。でもラディオは怖いね。なんで、見られてるから。うん、そう。変なこと言わないじゃん別に、クリス。何それ、愛想笑いしました、日本人みたいな。ちょっとプロフィールをご紹介します。知らない人もいるからね、一応。みんな知らない。みんな知ってるけど、クリス・ブルックス選手です。イギリス出身です。201センチ、身長201センチ今かも。体重95キロ。ん、合ってる、え、今、うん、何を、あ、そう、95、そう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 、うんうん、今日は95.2。今日ちょっと多い、今日200グラム多いそうです。1991年8月14日生まれ。2007年デビューか、そうか。で、2019年の6月に初来日、うん、で DDT 参戦して、はい、2020年より日本に移住して活動。そうで、22年の12月からバカ外人、うん、フレンズが始まりました。です。ね、まだ2年なんだ。うん、もうそろそろ、うん、そう、まだ2年、ね、で、これがね、一番最初のバカ外人の時のだよね。そう、懐かしい、懐かしいね、懐かしい感じじゃない、懐かしい感じ、すごいね、2022年突然始まりましたけど、バカ外人ね、
シリーズ、うん、そうで、この間8月24日にバカ外人フェスがあったのね、うん、皆さんそうツイッターとかでたくさん見たと思うんですけど、うん、あれをちょっと振り返りたいなと思うんですけど、はい、これグッズ T シャツね、いい T シャツ、これいい T シャツだよね、いいリストバンド、そう、これね、リストバンドなんですけど、チケット代わりに、うん、入場者に渡しててそう、ちゃんと画像用意した。で、3種類やって選んでもらってたんですけど、これまだちょっと残ったから売店で売ってるでしょ、うん、そう、今ちょっと、ね、ちょっとある。だから、ちょっとだけあるんですよ。紫の、青のやつ、うん、青紫ね、終わった。あ、そう。あれやっぱ可愛いもん。うん、そう、可愛い。ね、一番人気だったね。人気だよね。そう、会場でも一番人気だった。How many オーダーした何個ずつだった？覚えてない。私も覚えてない。200ぐらい。でも、maybe 200。バランスは何？カラーのバランス。カラーバランス、セインバランスじゃなかった？セインバランスは無理じゃない？200。あ、そっか。でも多分、ブルー&ピンクが一番多かったと思う。そっか。そう。あれも人気だった。で、クリスもね、この。これは2番の人気。これさ、これ可愛いのよ。ピンクと白に。ピンクの白のは、誰もやらない。誰もやらない。マーブルに黒の。印刷がしてあります。なので会場に行ける方はぜひ記念にね、あれしてください。来た人も3種類、うん、3タイプ欲しいで買ってって、ね、うん、そういっぱい人いい、今3タイプあるね。で、今ね、お手紙をたくさんもらったので紹介します。難しいからわかるかな。初めまして、本日放送のクリス選手の質問。これは同じのクエスチョン。そう、同じ、セインクエスチョン。そう、助かったね。こんにちは、クリス選手、改めてお誕生日おめでとうございます。どうもありがとうございます。何歳になったんだっけ？33歳になりました。3&3 です。先日のフェスから約1週間、ワンウィーク経ちましたが、うん、当日を振り返った今の感想。わかる。まあ、絵があるだからわかる、うんうんうん、そう。で、あとね、その今回はいつも、うん、YouTube で配信してたんですけど、はい、今回ちょっとさすがにロングすぎて、いや、なんか8時間半で、もう配信は難しい。あのね、大輔が出してくれた、この大輔でやったんですよ。知らない方はちょっと見てびっくりしてほしいんですけど、でなんか YouTube もいつも、うんうん、厳しい、ミュージックで。あ、そうだ。だからなんかライブでも、いや多分絶対ダメかもしれない。普段使ってる音楽がやっぱこうバンされちゃうので、ちょっと配信無理なんですよね。いや、配信は絶対無理、うん、もしかして配信あるカメラの人もかわいそう。そうだね。レギュラーの普通のカムラ人はその日でクイッとした。そうよ、平井さん。平井さんね、平井さんは、うん、じゃあバカ外人できません。平井さんだって仕事あるでしょ。逆のスケジュールある、うん、うん、違う、うん、長い、やりたくない。いや、そんなことないですよ。もう言った。本当、もう本当にそんな長いの大会はコラボの前にやりたくない。あ、それは確かに。そうだから、の前の日だもんね、別の人、カムラの人、はいはいはい、その日。でも、あの人も有名な人だ、うん、今この人は、うん、ダイジェスト作る、はい、なんかまあ、DVD で、はいはい、お DVD は多分やった、全試合ちょっとダイジェストっぽいで、ライブの、はいはい、全バンドは、うん、ワンソングだけ、あ、はい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 、DVD する。いやいやいや、でメインは多分フォル、うん、そうだね、だけかもしれない、うん、メインすごかったんだよな。酔っ払かった。よかったね、うん。なので結局さ、配信はちょっとその物理的にというか YouTube 的に難しいんですけど、ちょっとダイジェストを入れながら DVD にしてくれるそうなのでチェックしてください。ありがとうございます。で、これね、千夏さんからいただいてるんですけど、もう一つ、クリス選手は、うん、ハコさんとの付き合いが、うん、ロングフレンドだけど、オールドフレンドだけど、はい、出会いのきっかけ、あ、ファーストタイム、友達の友達、まだクリスがイギリスにいた時に、うん、友達がクリスの家にホームステイしたんですよ。 そこで当時選手の人、そう、選手の人でスカイプ、そう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 スカイプでトークして、うん、ここにお世話になってる人のとこだよっつってクリスと初めて喋ったんですよ。そう、最初は恋だけ知ってます、ね、顔は分かった、分からなかったね、うん、そう。あとで私も調べて、うん、クリス・ブルックスと思って、そう、細い長い、そう細い長い、ね、細い長い、その後でマイスペースの友達かもしれないじゃない。そうそう、まだフェイスブックじゃない、ツイラーだと思う。ツイッター、いや、ツイッター、マイスペースじゃない。いや、違うよ、マイスペースはない。フェイスブック、フェイスブックじゃなかった、ね、
まあ、マイスペースじゃない、ツイッター。なるほど。マイスペースは多分日本は人気じゃないね。ない、まあ、ない。知らん。作ってない。それは2011年。2011年だっけ？じゃない。でもそうだ。あ、12年。待って。2012年。そうか、そうかも。いや、あなたの友達は2012年に許して。そうか、来たから。だから私20歳。クリスだった？多分友達はあの2月が来た。だから私あの2012年まだ誕生日じゃなくて。え、ファーストタイム。だから20歳。ファーストタイムが20歳クリス？うん、そう。わあ。20。ピチピチ。Now 33。だから13 years で。13 years？ 嘘。13 years friends。本当？じゃない？本当だ。怖っ。10年ぐらいかなと思ってた。でもすごいなんか頑張ったでしょ？頑張った？ギャップ。ギャップあった。知らない、喋らないのがバッタ。そう。で、その後は私あの2019年また DDT 行った。そう、19年来たから。箱はなんか売店スタッフで。そういた。私、箱じゃない思った。そう、私もあれ。でも箱は分かんなかった。箱は分かんなかった。カオルじゃなかった？で、あ、そう。クリスじゃなかった？そう。でも2人は何も言ってない。はい、だってロングタイムだったもんね。もう空いてたから。まあ1ヶ月か1年も何も言ってない。で、一緒にあの焼肉で行った。そう。だ別の今の友達、新しいの友達の友達と一緒に焼肉と一緒に行った。でも私、いや、すごいなんか、あの、もしかして、10年の友達じゃない。いや、じゃないって言って、あ、覚えてたって言って、そうそう。忘れて思った。あの、初めてクリスが DDT に参戦し始めた時、売店で働いてたんですけど、あの人だ。あの時スカイプで話した人だと思ったけど、私も思った。その声はすぐ忘れるはできない、うん、あ、そうだそう、すぐバカにするんですけど。バカにするじゃないそう、あのね、それでその時でも覚えてないだろうなと思ったのと、うん、ツイッターだけだったから会ったことないし、うん、なんもなーと思ってたので、それで半年か1ヶ月1年ぐらい、そうね、まあ、特に喋らなかった、うん、6ヶ月間ぐらい、うんうん、半年ぐらいか。それでなんかそう、みんなでご飯食べに行った時にやっと初めて、いや実はって話して、あ、覚えてたみたいになって、その時の話をしたんですよ。だからそれ以来の感じだね。13年も怖っね。だから多分なんか、うん、覚えてない思ったでしょ。覚えてない思った。やっぱりなんか13年前は、うん、あの、まだ若いでしょ。じゃあ、あんただって今のおばあちゃんで、だからなんかこの人覚えてない。この人ね、私年上なんですけど、この人すぐね、おばあちゃんって言ってくるので、9時とか間違いないです。9時とか8時とかにおばあちゃんもう眠い、大丈夫って言ってくるの。それはそう。これイギリスジョークね。それはイギリスジョークじゃない。それはちゃんとケアして。お前この野郎。結構なんか遅いで、あ、じゃあ9時半で10時で。それ優しいって言うの。ばあちゃん大丈夫？買いたい？こういう感じですいつも。あ、でもなんか、うん、それはスタートはね、はい、ちょっと悪いギャグだけ、うん。悪いギャグだけど。でも最近はちゃんと覚えてる、うん、あの知ってる、うん、あなたは寝坊やばい。寝坊やばい。だからごめん。そう。だからすぐ寝たがいいじゃない。ごめん。そのストーリー言ってください。わかりました。爆外人の日、ちょっと一回フェスの日、わかったね、フェスの日で遅刻しました。はい、うん、次高梨さんからいつ会場来た。あーとね、オープンした時1時15分ぐらい、うん、でも会場は何時オープンした。1時。あとあなたの仕事はいつも爆外人は、うん、始まるのがってこともうちょっと早いね、2時間ぐらい前。あの Your job in 爆外人 is what? Usually regular job、ティケットスタッフじゃない。いや。でもドアオープン1。Yes。で、You arrive 1:15。いや。やばくね？うん、ごめん。私、12時半で電話して。だ、ごめんっつってんじゃん。まだ、秋山いないわ。結構変じゃない？じゃ、ごめん。で、もっと早く気づいてよ、そしたら。おはよう。今、どこですか？え？家？なんで？これまたそう、もうやばい、もうずっと言われる。この人ずっとこういうことするとずっと言ってくるから。はい、高梨さんからのお便りです。箱さん、クリスさん、先日のフェスお疲れ様でした。人生で一番長くプロレスとライブを見た日。私もです。私もとても楽しかったです。試合中もお二人が客席やステージから試合を見てる姿を見かけしたのですが、お二人は特に面白かったと思う試合ん、何を。クリスが、うん、一番面白い。ああ、一番面白い試合、うん、まあ全部面白いけど聞きたいって。まあ、はい、全部面白いもちろんけど、うんうん、あのもう一回出してくれた。
私、うん、一番インパクトは、うん、あの第一試合あのブエノの小島そう、はいはいはい、あの私のイメージは、うんうん、プロレスラーのメインと第一試合は一番大事の試合、はい、フェスの日はまだまだみんなちょっと初めてその会場初めてなんかその感じ大会何の感じ、うんうん、大会わかんないだから第一試合は結構難しい、うん、そうですね、お客さんはまだまだなんか、うん、なんかちょっとなんか、うんうんうん、緊張してるし、ね、緊張してるし、うん、あの何が言っていい何の感じかな、でもこの二人はすごい頑張った、うんうん、確かにそうだ、めっちゃ面白い第一試合で、面白かったね、その後は、はい、私あのすごい安心あった、あこれで大丈夫だと、そうこの試合はめっちゃ頑張った、お客さんすごい楽しかった、なんかめっちゃなんか恋となんか握手してなんかすごい楽しそうで、その後はめっちゃ安心、あそう、その前はなんか、どんな感じかな、なんか長いの日でも第一試合はめっちゃ面白い、うんうん、めっちゃ完璧、二人はめっちゃ頑張った、あの遠いあのその後あのそう僕の川崎行った、そう川崎あの、うんうん、また試合ある、そうでもあのマットだけでもめっちゃ頑張った、うん、あのマットのバンプがすごい痛いそう、ね、でもいっぱいやって、はいはいはい、あの肩となんとかとなんとかすごいなんか頑張ってで、ね、お客さんめっちゃ、うん、ああじゃあその感じの日かな、うん、今からその感じの日かな、うん、であったら、あすごい安心、うん、だからそれは一番好き、いい話だな、その結局マットプロレスなんですよ、バカ外人って狭い空間だし、でリングよりも同じ受け身を取っても痛みが全然違うんですよ、で遠いはこのあと試合もあるのにもうバンバンやってくれたと、で盛り上げてそれで安心してこのあと遅れたっていうことで、すごくいい話ですね、ブエノすごくない、 only 3 match ぐらい今本当だね、デビューそうだよ、すごいでしょ、あのブエノ選手ってマスクマンがいるんですけど、まだ3回目デビューして3回目ぐらい、3か4かなのにね、うん、すごいよね、おかしいね、なんか素晴らしい10年以上やってる人みたいな感じがするけどねえ、それぐらいの選手がいるんで、ぜひ見に来てほしいんですけど、あとまだお手紙もらってます、ベンチプレスキーさん、赤デッドリフ太郎、うん、皆様こんにちは、クリス・ムーブロックスでしょ、お誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、とてもセンキュー、とてもセンキュー、クリス選手は日本での生活が長くなり日本語の会話がとても上手になっています、私 You Japanese so good って、そういうじゃない、うん、あ夢の中では英語で話しますが日本語で話しますかって、いや今は、うん、あのなんか、うんうんうん、まあ普通の夢の自分の夢だけの夢は、はい、ね、あの、うん、何も話はありませんでしょ、うん、もしかしてなんか自分のなんか、はい、なんかシチュエーション、はいはいはい、でももしかして友達来る、うん、なんか夢は、うん、上野とマロと入って、はいはい、日本語で喋、うんうんうん、る、あ上野とマロが出てくると日本語で喋る、そうIn the dream。 じゃあさ、外人友達来た、うん、多分英語で、そう、じゃあいつもと一緒だ、うん、ね、起きてる時と一緒だそう、あ面白い、その質問面白いな、ちょうどデッドリフ太郎さんから、バカ外人は東京以外でやってみたいですか、あーアウトサイド東京、いやー、どうだろうね、なんか難しい、あの難しいよね、なんか、今例えばね、はい、あのモンパーもあるね、モンパーあるね、下北同じところでやってる別のブランドがあるんですよ、でもモンパーはあの中川さん、はい、中川くんがやってますね、もしかして中川さんなんか大阪と、うん、やってるどこあの大会するなんか、まあなんか別の人一緒になんか大阪の、うんうん、住んでるの人一緒にはなんかどこも、うん、でもバカ外人なんかすごいなんか、そうね、ベースのチームはみんな東京住んでる、うん、みんな東京だね、そうだからなんか連れてかなきゃいけないもんね、そうあでなんかマットプロレス、あの、はい、バカ外人の、うん、セールスポイントは、yeah. あの会場狭い、うんうんうん、あとみんな近い、はい、だからなんか、うん、なんか、うん、何が言っていい、臨場感があるんだよな、お客さんリミットはなんか50人、うん、60人、はい、70人ぐらい、そうね、50から70ぐらい、ね、そのチケットセールスだけできる、はい、でそのお金だけあります、はいはいはい、だからもしかしてなんか大阪大会、うん、あの最初は会場が必要、そうね、ん、これは結構高い、はい、でなんか選手、はい、選手の新幹線、そうカメラスタッフの新幹線、チケットスタッフの新幹線、そうです、別のところは難しい、そうなのよ、アリーナ下北沢はすごいなんか、うん、アリーナいいんだよね、イージー、そう、分かる分かる分かるすごい協力的な会場なので、あのやりやすいんですよね、あの最初の費用もかからずにやれるので、あの遠くでやると結局新幹線代だなんだホテル代だなんだってかかって結構倍増してっちゃうので、場所もないんで
場所があればまだね。そうそう。あと誰もドライビングはできない。本当だ。マオはできない。マオできない。ミーできない。ミーはできない。私はできない。ブエノは、ブエノ、うん、トラックは多分無理かな。あ、トラックか。多分車大丈夫。もしかしてなんかあのバンね、あのバンね、全ヒット、あのバンで。でも多分誰もできないじゃない。本当だね。そう、ダメだ。モンモンバーはあのトラックレンタルする、うん、でみんななんか車、いやいや、なんか新幹線じゃない。そうそうそう、バンに乗って詰まってみんなで行くからね。バカ外人誰もドライビングはできない無理かもしれない。ダメだ。胸は無理かな。胸無理でしょ。エレキも無理じゃない。マサは、マサ、うん、マサ絶対ドライビングできないマサドランカーだからな。まずドランカーだからじゃない、ライセンスないよマサライセンスない。ないかもしれない。じゃあマサ聞いてみよう。でマサ一人じゃダメだからね。マサ自転車もない歩くだけ。マサは歩くだけ。まあと電車そんな話むちゃくちゃ面白いな。ということで、まず運転免許がないのでちょっと難しいですはい、そして最後のお便り、クミンさんからいただいてます。先日はレスグラお疲れ様でした。あ、クミンさん、クミンさん、わかる？知ってる。おお、会場へお伺いしお会いできたらと思っていたのですが、あいにくお会いすることができず残念でした、ということで。あ、ごめんなさいね、会いたかった。ハコさんの思いがたくさん詰まった素晴らしい作品を拝見することができ、とても幸せな気持ちになりました。プロレスは今年の春から本格的に観戦するようになり、毎日元気をいただける私にとって貴重なエネルギー源です。ハコさんとゲストのクリス選手にお伺いしたいことですが、クリス選手、タイトルマッチは緊張しますか？緊張をどう和らげますか？ When you're nervous だとどうやって How do you relax？ あ、クミンさんすごい緊張しやすい、だから知りたい。何だろうね。まあ、うん、去年はあの KID 無差別王者の時で、はい、あのいつもなんかタイトマッチ前のに、うん、まあ、心配、うん、はい、もちろんけど、うん、まあ、英語でいい、はい、いいよ、助けてください。もしかしてなんかコラクションでメインイベントで日本語だけど、いやちょっと待って、はい、あのとりあえず頑張ります。ごめんって、はい、コラクション試合の前のにめっちゃ緊張で、はい、私いつも考えてる、うん、ティンキングで、うん、いやいや、いや、あと2時間、あと3時間は全部終わった。うん、はぁ、あと、全部終わったと、うん、あの、チェンジ、フィックス、うん、ね、ディファレントはできない。はい、はい。あと、ミノも、私、もし、会場で、うん、試合の前の心配で、はい、外で、ちょっと休憩好き。うん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 、他の普通の人は、うん、ジャスターのすごい別の人生。うんうん、クリスはその日めっちゃ緊張、そのメニューメントあるは全然気にしない。そうね、自分のなんか心配ポイントはその大きいじゃない。はいはいはい、はい、他の人めっちゃ近い、会場近い、でも絶対知らない、関係ない。そうね、だからそんな大きい問題じゃない。はいはいはい、なんか The world won't end みたい。うん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 、Everything will just continue。 わかります。 And after 3 hours everything is finished。 そうね、そう、まあ心配はいい感じ、うんうん、頑張ったがいいけど、うん、もうそんななんか問題、もう自分の問題、でもその大きな問題じゃない。そうか、世界はもっと大きい問題ある。そうかそうかそうか、もしかして試合、はい、いい試合、うん、良くない試合、うん、勝った負ける、うん、もう後で World keeps turning だよ、うんうん、なるほどねだからまあその心配は、その緊張は自分の緊張、そのモーメントだけ。はい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 、あ、ネオは結局今それを緊張していたとしても数時間後にそれは終わっていて、でよく周りを見てみたら、その他の人にとって自分の緊張は大した緊張ではないし、世界にはもっと大きなことがあるから、自分の中だけのことだから、もうそんなんていうの、意識を外に逃がすというか、だから小さいことなんだよっていうことを言ってますね。あ、面白い。でもナーバスな時、うん、フィニッシュして、うん、やったのこと考える、うん、すごくいい。それは考えない。あ、考えないんだそれはもっとプレッシャー。逆にフィニッシュでよかったは、それはもうなんかプレッシャ ー、あ、いいが必要。あ、そういうことか。でももしなんかフィニッシュで、フィニッシュはフィニッシュ、うん、あとはどっちも仕方ない、はい、
それはなんか元プレッシャーじゃない。あ、if good よかった、でも、はい、if bad はチェンジはできない。うんうんうん、if win よかった、でも、ね、if lose は仕方ない。はい、その感じ。あとは何もチェンジはできない。まあなるようになるとか、うん、だからなんか楽しいの、ああよかった終わったの感じじゃない。そうか。ジャスなんか、まあ、後で何でもいいは仕方ない。色即是空だね。後で説明しますけど、あ、ハコさんには撮影の際相手をリラックスさせる方法や自然な雰囲気を引き出す方法はありますかってことか。あ、私もでもあのプロレスラーってモデルじゃないから写真撮影苦手な人多いんですよ。クリスはどっちかっていうとできる方だけど、だから何撮ってんの、テレビ、スマイル、チーズねえ配信中だから、まあいいけど、だからなんかその結構雑談をしたりっていうのもあるけど、なんかテレビで見たことがあるのは好きな食べ物は何ですかって質問するんですって。でそうするとその好きな食べ物を想像した時のリラックスした表情が出るからいいっていうのを聞いたけど、なんかそういういろんな情報を手に入れながらやってますね。まあ、とにかくトーキングしてる、シューティングの時に、うん、あのリラックスさせるにはどうする？If you want、そう、あのモデルをリラックス、モデルをリラックス、ああ、 それはハクさんは一番最高お、褒められた、おばあちゃんって呼ばれてたのに、いや本当にそう、それは、うん、ありがたいな、すごいなんか、なんか安心、お、めちゃ安心の撮影の人じゃない、ちょっといいじゃん、めちゃサポート、イエー、あーかっこいい、あーかわいい、あこれはちょっとやって、うん、これはちょっとやって、言う言う、多分なんかモデルの人の撮影の日、うんうん、一番嫌だわ、うん、なんかあの何も言わない、何も分かんない、あどうしよう分かんない、はい、あと人を、うん、何が欲しいは言わない、うん、just なんかあのただ撮るだけ、もう一回ポーズして、うん、もう一回ポーズして、あアナダポーズ、どんなポーズ分かんない、なんかそんな感じの人はあるでしょ、いる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 、でもああそうか、白山はいつもなんか、うん、あじゃあこれはトライして、そうちょっとなんかあの足エグザンプルなんか、うん、You sit down there これして、あ、オッケー、これはできる。試しにやるんですよ。そう。それはなんかいい感じ。で、なんかちゃんとトライして、あ、かっこいい。あ、かわいい。あ、かっこいい。あ、すごい。え、かっこいい。で、なんか、あ、じゃあなんか良かったの感じかな。そう、良かったの感じだよ。でももし何も言わない、何もエグザンプルじゃない、なんかジャスト。え、どうしよう、わかんない。どうしていいかわかんない。私はあのワンポーズあるよ、あんまり。そうね、別はいつものね、そうこれをやってもらったんですけど、あそう後楽園で販売、これね後楽園31日のガトームーブの後楽園大会での CDK の新しいポートレートを販売します。でさっきお話に出たレスグラのアナザカット、これニューカットだね、そう床にねあるんだよ、ガトムーブ、であのガトムーブロゴを入れたり、あと別のそう、もう一個のやつ見ててください、ね、よく気づいた、そう真ん中にね入れたの、いや最初あの、うん、フローのやつ見た、うん、で別の写真どこ、うん、あこっちあったそうこっちに入れた、めっちゃいい写真、なちょっとこれ用に特別にやりました、いや写真はいいけどなんか何よ、あのアフターなんかプロダクションもいい、はい、あ本当、デザインもいい、あらちょっと褒めてる、今日どうして、怖いね今日ね、私いつも褒めてる本当かな、褒めてるけど、バーチ褒めてるけど、うん、でも珍しい、うーんいつも悪口だけ、でも悪口も言う、いや私住んでるだから、住んでる、うん、好きだから悪口でもそう言っときゃいいって思って、いつも一緒に仕事するでしょ、してるしてる、本当にこういう感じでなんかそこ文句言ってきて、私も文句返してみたいな感じであの仕事してますで次のバカ外人が、はい、9月24、はい、これチケットいつだっけ、まだだよね、日曜日、日曜日か、サンデー、サンデー31、そう9月1、9月1か、日曜がサンデーでしょ、そっか、はい、サンデー、サンデーあの7時から、そういつも7時から販売してます、でも多分7時30秒で終わりましたかもしれない、本当に一瞬で終わるので、あのフェス、ビカスさん人ないよ、うん、狭いのに、そうなの、ソールドアウトはそんな、うん、わーじゃない、 It's so small、 言うても大変よ、60、70埋めるの、すいませんっていうことで、これ17回目、 18？ これは16、16か、16回目、まあでもフェスは、うん、あのカウントしてない、カウントしてない、うんうん、そうあのまあテクニカリー17けど、そうね、これあのバカ外人だけの16回目、うんうん、ハウスショーだね、そう
ビッグマッチで。でもポスターはゲストの人ない。そうよ、これ誰が出るのかで、いつも若外人って誰が出るかを発表しないでチケット売るんですよ。でも一瞬でソールドアウトするので、多分その旗揚げとか立ち上げのとファーストタイムは、うん、そうね、ソールドアウト当たり前だけど、こんなに16回もやってずっとソールドアウトするのはもう前例がない、見たことない。え、もうすごいプロモーターよこの人。その大きい会場じゃないのかまあそうなんだけど、いやでも、まあ、100に近いじゃん、うん、多分100人は全然売れると思うの、うん、そう入らないけど、あそこは、だから、いや、ほんとすごいプロモーターだと思う。だって、ありがとう。だってね、あなたイギリス人でしょ。そうです。で、日本に来たじゃん。イギリス人だよあなた、カムジャパンして、はい、じゃない。で、逆を考えてくださいよ。日本人がイギリスに行って、うん、同じことしてこうなる、うん、無理だよ。あ、そう、でも日本も海外の人同じ、無理よ。同じなんか感じのところもないでしょ、うん、まあね。実はジャスタの海外の外人の人は、うん、大会ちゃんとプロデュースはないじゃない、うん、でしょ。そうねファーストそっかじゃない。はい、あんまプロモーションしないもんね。そう、うん、でもすごいよね。だからこの人マインドが結構日本人なんですよ。マインドはない。マインドないの？ないの？マインドはエンプティー。エンプティーからなの？あ、まあ、そうか。Nothing。Nothing なの？脳みそ空っぽだそうです。ホロ。ホロ。ホロ。ダメだよ。あ、いいけど。ダメだよ。いいけど。すごい濃いよ。ビアが終わった。ビア、外にあったビア持ってきてもらう？あ、ある。うん。飲みたい。楽屋にね、ビア多分あると思う。デスペの。デスペ、そう、デスペさんの。何？焼酎？焼酎だよ。デスペラートボロ。麦、麦。麦焼酎、You know? 開けた濃いよ。だって何パーセント？25。すごい。25% よ。いい？いいけど。え、くれたコップ、優しい。あ、カレーした。いや、ない。え、ちょっと。あー、デスペさん。デスペさん、ごちゃん。飲んじゃった。飲んじゃう。ダメ。いいよいいよ。It's made to be drunk. いいよ、そうです。If you don't drink it, it's a waste, じゃない？そうです。でも 25% だよ。いいよ。大丈夫？わー、どう？どう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 ？ How about? うぅ。うぅって言ってる。普段焼酎飲まないじゃん。いや、焼酎は好き。ほんと？最近好き。最近好き。うん。おちょこと、栗で、イビスコで。と栗とおちょこね。あったかい？おぉ。あったかいじゃない。冷たい？冷たいのやつが冷たい焼酎。わー、これは私甘いの焼酎好き。酒？あ、これ冷たい。あ、甘い？どうだ、甘い日本酒好き。甘い日本酒ね。これはまあ焼酎だからあれですけど、私も甘い日本酒好き。うわ、ダメだよ、これは。ちょっとトライして。これだって消毒するレベルだよ。ちょっとトライして。頑張れ。あ、でも美味しい。あ、すごい、すごい。ね、結構強いですよ。でも美味しい。うん。すごいね、これ。これもこちらも発売中です。あったかい。あったかい。これ今ね、ナウオンセールなのよ。誰のセールして？ん ？Where can you buy？ ね、日本酒の。誰のコラボレーション？これは。新日本プロレスと、神楽酒造っていう。You are designer でしょ。これ、マイデザインじゃないよ。いや、Your design、でも、あなたはデザイナーの人でしょ。いやいやいや、はい。この写真は、レゾリューションは結構。あ、そうね。やばくね。本当だ、解像度が。ちょっとダメだ、スポンサーだから。あ、すいません。いや、でも、私すぐそれ、ちょっとなんか、ピクセレーションかな。これ、これ。これは？チェックしてます。あ、これ、綺麗じゃん。ギリギリ。スポンサーさんごめんなさい。そうよ、スポンサーさんの商品なんだからダメ出ししないで。いや、スポンサーさん、次のレボデザイン私やるよ。え、バカ外人焼酎やりましょう。いい、すごいさ、バケモンがたくさんいるやつでしょ。うん。ね。やってやる。あ、これでも私ちょっとスポンサーさんに言ってみよう。バカ外人焼酎出す？やばいね。いいじゃん。やりましょう。バカ外人ってなってて。バカ焼酎。ファクトアップ焼酎。基本、ファクトアップ焼酎。麦焼酎かな。あとこれ、そば焼酎、麦焼酎。でも焼酎オンリーだよ。It's very strong. ほら、だから言ったじゃん、25% だって。面白いな、クリスは。
Thank you. Thank you. ということで、まあ、9月24日の方ぜひ来てくださいというかチケット取れたらっていう感じなんですけど、多分できないけど頑張ってください頑張ってください。あのね、たくさん見せてあげたくても入らない。でも配信ある。あ、そうだ。だからあの、あの、会場、狭いで、みんないつもティケット取れない。だから、いつもすごいなんかただの配信ある。ただなんだよね。そう、あのバカイジの YouTube アカウントはあの CM ももうなし。ね、そう。オフ。レベニューもない。アドレベニューもない。あ、そう。残り10分だ。すぐ、あっという間だね、時間は。早っ、うん、早いね。早っ。ということで、まあ、9月24日のバカ外人も来てもらいたいです。あ、そうだ、あと今あのレスグラの、写真が通販サイトで販売されてまして。まだあるじゃない？まだあるよ。ちょっとだけある。ちょっとだけあるよ。ほんであとあの展示してた作品を受注販売します。でこのキャンバスにオリジナルで印刷して、こう、これ前のやつ、ビフォアね。マサ一マサかっこいいね。クリスもかっこいいよそれあの前はめっちゃ長い、なんか2年ぐらいあの Twitter アイコンね、そう X のアイコン、これねしてくれてたね。でも今チェンジャーの新しいのレズグラ写真ね、赤いやつ、どうも言ってたよ、ファンの人も変わったって言って、っていう感じで、こんな感じでご自宅にこのキャンバスに印刷されたものが届くのをやってます。この F6 サイズだけなんですけど、で10これ5日までかな、9月5日までで終わりなので、あの後で買えません。9月5日を過ぎると買えないので、ぜひチェックしてください。そう、ぜひでっかいクリス、綺麗なクリスをね、あれしてください。うん、はい。ということで、あっという間だったんですけれども、よかった、来てもらえて。ありがとうございます。ありがとう、こちらこそ。結構なんか遅くない、あの何、 You takeSo long to invite me your radio. そうですね。No. うん。どのくらいこのラジオで？え？何年？何年までないよ。まだ。何年か。あ、まだ何年じゃない。7回目ぐらい。まだ7ヶ月。なんで私あのそんな遅いで。いやいや、クリスはあなたそれは呼びたいけど、クリス一応ほらチャンピオンだったりしたじゃない？まあな。やっと呼べたところはあります。マオはやってた？マオやってない。マオまだやってない。まあ、やってない。いや、すごい、これはやばい。マオより先に。ハコさんの一番好きな選手。じゃあ、マイ弟よ。マイブラダーよ。レルブラダー。何よ。娘みたいな。娘？娘じゃない。どうだ？息子。さん。さんみたいな。You are son, you are son too じゃん。マイさんね、you are son じゃん。ね、私、いらない。いらないの？すまん。マオいらない。いっぱい息子、息子ある。いっぱい息子いるからいらない。でも、ハコさんのフェイブリットイズマオ。いやいや、クリス。私は2番。クリス、クリス。嘘つき。クリスが1番だよ。1番はマオ。じゃあもう、2番はクリス。本当ロードモバイルの時大変だったんだから。でも、どっちのチームで入った？あ、で、マオのチーム。そう。ごめんね。でも私、あの、モアオールドだからね。モアインディペンデント。だから、その応援も必要ない。あ、そう。マオは頭ない。応援が必要。頭ない。売店とグッズとなんとか。そうね。頭ないもんね。頭ある。頭ある？センスない。センス。センスある。なんか。なんかわかるよ。プッシュ。プッシュが必要。クリスはプロデュース能力もあるから、センス and アイディア and プロデュース能力もある。そう。そう。まあそうね。っていうことで。だからまあ一番応援。そんなことないよ。みんな一緒。みんな一緒。みんな衣装じゃない絶対。You have favorites and least favorites. これめんどくさいんで、これ始まると。え、でも大丈夫、私なんかトップ5で OK。トップ5で、トップ3だよ。トップ3。トップ3。トップ2かな。トップ2絶対。あー、誰が好き？ハクさん。あー。いや、マオはナンバーワン。マスルもそう、知らんけど。前はあの、マジラビはナンバー2かもしれない。あー、そうだね。あ、いや、ナンバー2はあの、ネオビシキ軍。ネオビ、そう。あ、でも今終わった、だから私はワンレベルアップ。いや。多分ビフォーはマオ、B 軍、クリス。でも B 軍終わったらクリスは2番で。B 軍なくなっちゃったからね。そう。いや、クリスが前、でも1番、同率1位。セイム。で、なんかいっぱいなんか人は同じの応援レベルあるかもしれない。いや、そうです。杉、マスムネ、はい。誰か、はい。誰か。みんなね。うん、みんな。みんな可愛いよ。いや、マオ、マジラベもね、もう会えないから。Her bias is マオ。うるさいなぁ、もうそうじゃない、という感じでバカ外人は仲良く楽しくあのフレンズたちと一緒にやっている興行なので、
ぜひぜひ見に来てください。こうおしゃれなグッズもありますので来てもらいたいと思います。あーすごい、クリス来てもらえてよかった。どうも。はい、ということで、ということでもうすぐ終わりなので、もうすぐ終わりなのであと5分、あと5分で、うん、クリスなんか言いたいことある？でもない、ないもんねあ、とにかく8月31日のガトムーブ大会、はい、うん、ああそうだよね、来てほしい、来てください。台風大丈夫かね。ん、台風、台風は多分あの、うん、めっちゃ遅いで、うん、今なんかイメージは9月1と、そう、1はいや、もしかして2はそれもダメよ、ね、マサさんのバーベキューある。9月2日バーベキューがあるので台風は来ないでほしいそうです。いやダメです。なので1日に来てくれるといいです、ね、でも一番大事はこれが一番大事、その日はいないで、うん、これ私が作ったポスターですけれども、これはあなたが作った、いやいや写真も撮った、そう、イエス、あーさすが、かわいいでしょ。でもあの CDK のレーズグラフィカ写真と同じ感じじゃない、うん、同じ感じ、確かに下であの、いや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 、そう、上から撮ってね、上から撮った、うんうん、っていう感じで、ガトムーブすごくいい団体なので CDK もあのいつも出てます。なのでぜひぜひ来てもらいたいです。もうあのほぼバカ外人みたいなところもあるので、いやそういうんじゃない全然違うの、じゃあメンバー、メンバー、いやメンバーも全然違う、あのチエゾとさやかだけ、そうね、あもう終わる、ということでもう終わっちゃう、では終わり、うん、終わりになります。早い、早いね、そのお酒飲んでたら終わっちゃったね、うん大変じゃないね。差し入れはこちら札幌でお願いいたします。それでは、来月の、はい、第4水曜日にこの工房でお会いしましょう。次のそう。ラディオ。ラディオね。ゲストは誰？まだ、まだ決まってない。あ、なんとなく決めてるけど。MC の秋山カールとゲストのクリス・ブルックスでした。あ、すごい！指ハートしてる。バイバイ。9月24、8月31待ってるよ。はい。なんで？かわいいだから。かわいいだから。